なんと社員のシェア来ましたよ中国のアリババジャイアント企業がありますけれどもそのアリババの傘下にフーマーというですねお店があるんですねそのフーマーですね EC と実店舗をね両方やってるわけですよこのコロナで一番打撃を受けたのは実店舗ですよね実店舗の人員が余るわけですよもう店閉じてくださいと解雇もしくは自宅待機この人材が一番困るわけでしょところがですね人が足りない場所もあるわけですよそれが EC です EC にうわーって注文が殺到してですね、配送とかに携わるスタッフが足りない。それでフーマはどうしたか人員をレンタルしたんですよ。実際はもうほぼ別会社なんですよ。この EC と。実店舗の方は。だけどこっちで全員人材切るぐらいだったら、もうこっちに一時レンタルせつって、この会社間で人材をレンタルするっていう、それがですね、うまく回せたっていうんですよ。これね、日本でもね、これ採用すべきなんじゃないか。著者が言うのは、日本はやっぱりね、社員をですね、 一時的解雇ってできないんですよ。もう待機させて、給料払って、何もしてないっていう労働力を抱えなきゃいけないわけですよ。だから、すごい会社に負担が今来てるんだよ。そんな中、レンタルすることができるのであれば、まあもちろんね、レンタル先とうまくフィットするかどうかっていうのは問題はありますけれども、何も仕事がないよりやれた方がいいよね。そういうことなんですよ。中国っぽいと言いますか、この力技と言いますかね。確かにそう考えたらさ、このウィズコロナの時だってさ、大変な業界もあったけど、 順調な業界もあったわけでしょそこ人足りないんだよね人材を普通に雇ってる場合じゃないんだよ。人材が余ってるところに声かけて、こっちに貸してくれませんかと。言ったらよりですね、いい感じにですね、ウィンウィンになるかも。でもそれも支援の発想なんですよ。情報を共有して、業務を共有して、シェアする。これなかなか面白いなと思いましたね。実践問題ね、この本で紹介されてるのが、日本でも J リーグではそれやってますよと。 他のチームにうちの選手を貸すっていうのをやるんだって。二軍でね、かなりくすぶってるんですけれども、ただね、今、一軍が仕上がりきっちゃってるからチャンスないだけで、こいつよそのチームだったらチャンスあると思うんですよっていう人を、いや、うちね、フォワードがちょうど故障しちゃいまして、一人欲しいんですよって、いいのがいたらくださいって言ってですね、一時レンタルやるわけですよ。この人材のレンタルをうまく共有することができたら回るんだよね。欲しい人のところにこれだからマッチングなのよ。テクノロジーがやってんだって、Uber ーーもグラブもさ、 要するにマッチングしてんだよね。ご高齢の人をスーパーにこの時間にマッチング。ね。農場の野菜を都市部の若者にマッチング。いらないところの人材をいるところの人材にマッチングっていうことで、どん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 テクノロジーでシェアしたりマッチングしたりすることができるようになったっていうのを、もう一歩前に進めてるビジネスが全部当たってるんです。でもう一個前に進ませる。時代は来てる。じゃあもうあとはそこのアイデア働かせて、これ自分の業種だったらここパクれるんじゃないかな。一つでもパクればですね、今日の動画大成功ですから。で、さらにアメリカ。 真の窓族をターゲットにした施設が受けてる。今、キャンプ受けてるよね。なんでかっていうと、密にならずに済むし、体験できるから、外出たいでも街出たら密になるじゃあ山行こうこれだよね。このキャンプ需要っていうのが、このコロナでまた高まったわけですよね。密じゃないから安全だ乗っかってるよね。外に出て体験できる乗っかってるよね。その上で、この車でキャンプ場まで行って、リモートワークしたいっていう人がいるわけよ。そこにないのが実は Wi-Fi だったんだよ。 wifi も完備して、なんとコワーキングスペースとか、キッチンスペースとかを用意して、田舎暮らしとかも最近するでしょ移住もするでしょ都会から田舎に行く人もいるし、日本から外国に住む人も今いるよね。そんな中、都市部から山行く人をターゲットにして、カリフォルニア作ったのが、車の中で生活して、キャンプして、そこで仕事もしちゃうっていう新ノマゾ族なんですよ。ノマドワーカーって言ったらね、オフィスにいないでカフェにいるとかね。 それが山にいるっていう状態でも OK な施設っていうのが人気で、施設を増やそうとしてるって。だからライフスタイルがガラッと変わってきてんだよね。リモートワークなんてさ、今だけだろうって言ってんの実は日本人だけなんですよ。これも覚えとかなきゃいけないのが、リモートワークの普及率、中国、アメリカは6割、7割超えてるんですよ。日本は結構旧式の会社さんが多くて、言うても会社来てくださいって言われませんで、なんと日本のリモートワーク普及率が3割なんですって。 そういう移住のトレンドが来てて、リモートワークでいいから、うちはオフィスに来なくていいからっていう会社が増えてる中で、そういう新しい生活形式の人が増えるんだったら、そういう人たちをサポートするビジネスやればいいんじゃないわ。絶対そうだよね。これを受けるのは間違いない。そしてもう一つ。今度、インドだね。人口がむちゃくちゃ多い。今度はもう10億を超える勢いなんですよ、今ね。そんな人口がですね、膨大にいるインドですね。混雑状況を確認したいというニーズが劇的にあるわけですよ。 ウェイト Q っていうね、アプリはですね、なんと、あらゆる場所の混雑状況が知れるんです。病院だけじゃないよ。お店だけじゃないよ。なんと公園とかさ、薬局とかまで。今から行こうとしている場所が、どれくらいの人数で混んでるかっていうのがリアルタイムでわかるっていうサービスなん。え、でもさ、それってワクチン普及したらいらなくなるんじゃないのノん、ノん、ノんですよ。考えて、これから行こうとしてる店が、混んでるか混んでないかって常に知りたくなかった。駐車場埋まってんの埋まってないの この店パンパンなのすいてんのじゃあ行こうかなって絶対に知りたいよね混雑状況確認アプリはコロナを契機に生まれそこから絶対ニュースタンダードになるんですよこれも安全なんだよね安全体験共有支援全部含まれてるそういう時代になってるんですよこの商品は安全ですこのサービスの提供されるスペースは安全ですその上で皆さんには体験する喜びを提供しますそその上ででれをみんなで共有する喜びも 今回は提供させてもらいます。そしてこれはサービスを消費するともしくは商品を購入するとそれが誰かの支援になるんです。これを考えれた人がアフターコロナを制することができる。この真逆のことをやってる人間は一気にアフターコロナ淘汰されます。一気にボスシュートでと。それぐらいのことなんですよ。 ねえ皆さん、アフターコロナ、この情報さえ知ってれば、もうおそれに足らずですよ、ワクワクしてきましたね、じゃあもうはしゃいでいいんですよ、もう来ますよ、その時代が、インスタに飛び出しましょう、もうリベンジしてやりますよ、リベンジ消費を体験してシェアするぞ、では。